んおはようございます。かなり、いや相当久しぶりに実況を担当する機会を設けることができました。運送の VSE と申します。さあ数ヶ月、いや1年近くほぼマイクを手にしなかったので、もしかしたら初めましての方もいらっしゃるかもしれませんね。初めましての方はどうぞよろしくお願いします。まあそんな感じで、今年初めて私が実況するコースはこちらとなります。若干大型に近い中型コースでしょうか。そして出場車両はこちら。まあなんかなんとも言えない普通のメンバーですね。ちょっとだけ新幹線が多い様子ですね。さあそんな感じで早速バトルロワイヤルを始めていきましょう。ということで始まりました、1戦目でございます。さあ先陣を切るのは翼。他の皆さんより圧倒的なスピードでコースをかけていきますね。さすがモーター改造車です。さあ最後尾の LSE さんもコースに無事入ってこれましたので、今回の出場車両たちは全員入場できた様子でしょうか。さあ1戦目は特に変化は見られませんね。バイクで少し調整します。おっとここで少し進展が。翼さんが922型を押しながら大阪環状線へ特攻。攻撃は見事にターゲットに大ダメージを与え、翼もろとも全員脱落しましたね。さあ翼さんが放った攻撃が目立つ中、別の戦地ではマックス型をされてしまいました。さあこの試合の序盤は4秒切ってしまいましたね。おっとここでスーパー小町が撃破された。さあ実況しながら状況を拾えれるようなちょうどいい速度の進展が続きましたが、そんな進展もここでストップしてしまいましたね。おっとここで少々が身動きが取れない大阪環状線を使って落ち着いて LSE を撃破しましたね。あっとそんな LSE にカシオペアが引っかかってしまった。でも普通に復活に成功しましたね。さあ LSE も脱落し、残るは M700K、カシオペア、サフィール踊り子の3両になりましたね。おっと倍速が終了。ここからまた進展するようですね。あっと M700K とカシオペアがぶつかり、カシオペアが脱線してしまいましたね。そしてサフィール踊り子によりとどめを刺されてしまいました。さあそんなこんなで最終的に残ったのはこの2両。最新車種搭載のサフィール踊り子と少々の役職を持っている M700K になりましたね。一見サフィール踊り子の方が不利に見えますが、この試合はどちらが制するのでしょうか。少々さんが最新車種に負けたですと、あと一歩まで来ていたのでもうちょっと頑張ってほしかったですね。まあでも位置的にも少々が不利だったのでまあしょうがないでしょう。さあそんな初っ端から長期戦だった1戦目を制したのはこの方。1戦目はサフィール踊り子の勝利です。ということで今年私が初めて実況する通常バトル2戦目でございます。というかまだ1戦目なのに約3分も経っているんですか。さすがに長すぎません。あっと早速1戦目の勝者サフィール踊り子が転倒。あの長期戦と化した1戦目を制したとは思えないほどあっさりやられてしまいましたね。さあ開始早々サフィール踊り子が倒されましたが、あっと922型が脱線。ちょっと後続車がすごい勢いでぶつかってきてますが大丈夫でしょうか。スーパーコマチさん、なんと先ほどの渋滞で線路から外れたのが影響したのでしょうか。まさかのいきなり逆走が発生。おっと翼さんが寸前のところで自動ポイントを打ちしまきましたね。そんなスーパー小町ですがターゲットを LSE に変更し突進、しかし瞬殺されてしまいました。さあ2戦目は予想外すぎる動きが見られましたね。いつの間にか走行車両は LSE の身になってしまいました。おっとこれはもうほぼ勝利確定でしょうか。大阪環状線は脱落し、残りレールに乗っている車両は翼だけに。さあ LSE は慎重にとどめを刺すことはできるのでしょうか。決まりました。2戦目は逆走などがあり少々カオスな展開も見られましたが、まあしっかり決着してよかったです。というわけで2戦目は眩しすぎるライトを持つこの方 LSE の勝利でございます。こうなるんですよね。
もうほとんどその地点しか衝突しない様子。まさか循環良くない系のコースだったのでしょうか。がなんやかんやありまして、ラストの試合で残ったのはこの4両になりましたね。新幹線と特急がちょうど2両いる様子です。あっと、ここで特急同士が相打ちということで、残ったのは少々の M700 系とスーパー小町になりました。さあラストもいよいよクライマックスへ。2戦目に突然逆走したスーパー小町と、この中では唯一の役職持ちの存在少々の M700 系の2両になりましたね。少々には今度こそ1戦目のリベンジを果たしてほしいところですが、嘘でしょ少々。私少々より1つくらいが低い軍曹と言いますが、役職決定戦の時にあいつに負けたんですか。むちゃくちゃ悔しいんですけど。ということでラストの勝者は見事少々を倒し、さらに逆走までしたこの方、スーパー小町の勝利です。さて1、2、3回戦とも全試合終了しましたね。皆さんはどの試合が一番印象に残りましたか。私はなんといっても逆走と言いたいところですけど、一番残ったのは少々の絶望的な勝率ですね。役職持ちですから、そろそろ1勝してほしいと私は思います。確か少々の M700 計算はこれで今年は現在6連敗でしょうか。めっちゃヤバいですね。頑張ってください。はい、ということでそんな感じで今回の通常バトルを終了したいと思います。何か印象に残ったシーンやそれに対しての感想などがありましたら、よかったらぜひコメント欄にご記入ください。というわけで、ここまで見てくださった視聴者の皆様、最後まで見てくださり、ありがとうございました。またのご視聴を、お待ちしております。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。